皆さんこんにちは、サンサナです。山井真理です。小平です。はい、よいしょ、頑張ってこー。はい、今回の企画は環球水泳 in 福島というのもですね、私たち今全力ウィークというものをやっておりまして、2024年年明けてからね、ちょっと不安になるようなニュースが多くて、そこでね、私たちに何かできることはないかと、いつでもどこでも誰でも見れる YouTube でみんなに笑ってほしいと考えた結果、生み出されたのが全力ウィークでございます。はい、今回の環球水泳なんですけど、イッテ Q でさ、見たんよ、こういうの。サウナから飛び出して湖で泳ぐみたいな。で、なんか今まで私たち水上アスレチックとかさ、卵チャレンジとか出てくるけど、もっとこれぐらい体を張ろうよということです。みんなに笑顔を届ける感じ。ただ笑顔を失うけど寒い確かにやばい、今日何度なんだろう。今1度です、はい、そんな1度の中なんですけど、2人には今日ね、水着になってもらいますお披露目しとけばちょ、もう勇気が出ない、本当に頑張れ。見てみ、下見たことないぐらい勇気で、これで今年初だもん、勇気。ああ、泳げんのかな。はい、どうしよう、流されちゃったかな今日は一応リレー対決なので、タイムの速い方が勝ち。リレー対決、はい。まあといってもね、対決って言ってもこれ2人で力を合わせないとゴールできないので、2人で力を合わせて。まだ大丈夫、まあ、ちょっと粘らせて。はい、それでは環球水泳福島、よーい、スタート。鳥しか泳いでないよそうなんだって、泳いでんの鳥しかいないのやいや、マジで自信ないよ、うち平泳ぎ検定取れなかったっそんなのあった遠くまで泳いじゃって、マジでさ、戻ってこれないけどなって。あの球までなんじゃない、行っていいの。はい、戻ってこれる、これ泳いで。あそこまで。どうだろう。どうだろう、まずいんだよな。戻ってこれなかった時に、誰も助けられない、多分。はい。ということで、はい、早速やっていくんですけど。はい。ちなみに泳げる自信とかある？そう、泳ぎにあんまり自信がない。うん。じゃあ行った方がいいんじゃない？じゃあ一回泳ぐ方がいいんじゃない？泳げない、自信ないから。はい、じゃあ泳いでサウナ入ろうよ。あ、サウナ入る。じゃあ入ってよ。まあ、ちょっとなんかこれだけ怖いわ、 YouTuber って。じゃあ一回確かめに。お願いします。やばいやばいすごい、マリンちゃん足の裏真っ赤だ。あ、二人もだ。やばい、いけ。どうだった？なんでお前入ってお前出ろよ。だからもうさ、取れ高的にはもういい。いやもう行こうよ。やだよそういうの。Nobody tell me nothing.
nobody tell me nothing. これいけそう？でもサウナ入っていいんだもん。そうだね、一応サウナ入ってから湖です。そうだよね、うん。こちら、ここら辺まで入って。ほんとに無理、ここまで濡れてない。トリマタの塩梅が分かんないね。不安になっちゃって、全然で、こちら今不安だもん。もう一回行った方がいいかなって思ってる。若干あの、自分で、あ、もう行けますってなったらお声かけを。あれしよう、うちはやってみる。うん、どっちもずっ熱波。じゃがいなちゃん、いいよ。うん。あっちゃー。リアクション良すぎる。そんなに熱くないですか。あ、そうなんですね。ほら、なるほど。昔、うん、サウナ知らなくて、うん、水風呂があるじゃん、うん、水風呂にだけ入ってくるサウナ。温泉入って水風呂入って、うん、なんかぬるま湯、水風呂、ぬるま湯、水風呂、うん、そう、なんか分かんなくて、水風呂の意味が、うん、ちょっとさ、サウナだったサウナに入ってから水風呂だった、うん、驚き。 Can nobody tell me nothing。 あいつとか言わない係の人。皆さん、ありがとうございます。はい、なんかパン食えって言われて。そう、この後ね、パン食べていいって食ってくださいね、パン食ってくださいって。イッテ Q の人ですかって言われて。あ、言われたね。イッテ Q だと思われてる、うちらね、なんか言われたの。イッテ Q ですかって言われて、え、で、私企画がそうかと思って、はいって言っちゃったの。もう嘘。そうです、イッテ Q ですみたいな。取材ですかって言われて、できるでしょ今日の取材は、だからそう、イッテ Q だと思われてるからさ、ファンの取材お願いしてますって言われたじゃない。あ、そういうこと。じゃあイッテ Q じゃないですって言ったら、あ、じゃあちょっとファンの取材くださいなるじゃん、だって知ってほしい。確かに知ってほしいよ。降りる駅ちょっとミスったわね。あれミスった。猪苗代駅とさ、多分道の駅ってなかったんだよ、サービスエリアで。これ降りれなかった。え、でもあれ道の駅の次普通の猪苗代じゃなかった？いや、この便はなかった。あ、そうなの、たまたま。そう、これちょっと喧嘩起きそうだね。確かに。嘘。嘘。喧嘩起きそう？あの、多分熱いイライラが、うん、お互いに向いてる。ちょっと待って、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 ちょっ。熱っ、沸騰してるな。熱い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 。犬みたいになってるけど。どうです、そろそろ行ってみる。あ、行けそう。あれ、行ってみるか。じゃあマリソちゃんから行くか。そうだ、奥の方ちょっと。君も出るんだよ。どうする、マリン泳げるし、マリン先行くか。そうだね、泳げるっつっても行ける基準が。すごいすごい。あ、おおおおおお、
ないです。私には泳いでるとこ見えなかったですが、雑魚がよ出るか。お、え、ちょっと次こそだよ、マジで。あー、ちょっと待って、え、早くない？はい、無理だよ、だって普通に寒いもん、これさ。すごい。さっきので怖くなっちゃった。いけないの、マリンちゃん。おおおおおお。相方だよ君の。ちょっと待って、あと何分ある？今ね、うん、10分だ、あと50分。オッケー、ちょっと待ってくれ。じゃあちょっと入れてくれ。ちょっといい、ちょっと行くから、行くから入れて。本当に行くから入れて。びっくり人間みたい。なんでだ、なんで、なんで本当に全然ダメだ。ずっとそのサウナが意味をなしてないぐらい寒い。もう出た瞬間に寒い。寒い、普通に。サウナがちゃんとできてない。巻きくべろ。あ、やべ。なんかあれだ、お客さんが減ってきて、多分水温めっちゃ下がってきてんだと思う。うん、今誰もいないお客さん。行くか、行くか。気持ちだね、気持ちだ、気持ちか。頑張れ。うん、
行こう。見てください、そのさ入ってます。しかもあの懺悔があります。はい。あのタイムとか測ってない。やばい、ごめんなさい。もう全力でやばい、頑張ってる。で、すごいなんか熱かったよ、熱かったよ。ソナがここまで入ってきて。熱い。いや本当にかっこいいよ今の二人。本当に髪色も相まってプリキュアみたい。距離大丈夫だった？距離ね、短い。いや、あの 目標最初に決めたのよりは半分ぐらいだったけど、二人とも同じぐらいの距離だった。一回見る。動画。動画でなんか。
テル、うん、ホテルの前に住んでいます。で、なんか今回私たちパンをいただいてしまい、すぐに食べていいよということで、うん、いただいてしまいました。ありがとうございます。2人ともじゃあお疲れ様です。ありがとうございました。いただきます。やばい、めっちゃ高い。ということで皆さん、あの寒中水泳をやって今は食べたいなっていう風にはぜひ日向屋さんに集めてください。ください。野口美玲もいます。います。バイバイ。